もう採用ただできるなくて利益上げちゃう。すごい利益欲しい。それでは面接官にはなりません。前髪が垂れてる。どうもしゅんです。こんにちは。日本女子大学在学中の弘中ゆりと申します。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はマナー講師の平林先生に僕らで面接をさせていただくという形になっております。で、実際の就活生の方、これから面接を控えている方はこういう面接のマナーであったりとか受け答えが良いのかっていうところを参考にしていただけたらなと思っております。平林さん、お願いします。はい、私、神戸で暮らしておりますが、生まれは鳥取にまして、平林、平らな橋で、京都の音、一文字で、平林美代子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社ダイアリーに志望された理由、ぜひお聞かせいただけたらと思っております。自分の中で、今までやったことない企業を求めていきたい。自分ができない事業をやってみたい。やれることはやりたくないっていうのが志望動機ですね。これまでいろんなことを平林さんご自身もされてきてて、されてないこともたくさんあると思うんですけど、その中でもなぜ弊社を選んでくださったんですか？社長がお若いから能力を若い方がどれだけお持ちなのかっていうこと、それをいただきたい。同じ年齢層の能力をいただきたくない。ずっと人生勉強したい。もう採用ありがとうございます。本日はどうもありがとうございます。平林さんが、はい、学生時代に頑張ったことってございますか？生徒会を頑張りましたね、うん、チームワークというのがとても難しくて、こっちの方では「はい」って言ってくれるけど、こっちの方では「はい」って言ってくれないって、もうどちらの意見をまとめるのかっていう競争性のなさにも自分としてはもう胸が張り付けそうなぐらいしんどいなって思いましたが、勉強にはなりました。そこからどう協調性のなさをカバーしたんですか？仲介者のような役目をして、そのままストレートに言わずに、いいようにこちらにも言って、こちらにもいいように言って、仲介者として常に真ん中にいる立場にいて伝えてましたね。それが働かれても結構役に立つ場面とかもあるんですか？部長が言ってることに対して下に、部長はちょっと言葉足らずだけど時間がなかったかもしれないわね、っていうことを言って両方で舐めて喧嘩しないようにするっていうことって、めんどくさいけども学者次学んだことかなと思いますね。 ありがとうございます、はい、今ご自身の思う強みをお伺いできたらと思っております。心の中では逆のことを考えてるのに、はい、口では上司が言える、はい、こいつと思いながら、あ、そうですよね言いながら、バカと違うのって思えるのは、うん、学者の時に生かされたことかなって思いますね。それは強みですね。すごい。顔に出ないんですね。そうですね、顔には出さないんですね。どうしてそれご自身の中で強みだと思われるのか。表面化上手でないと、物事を強く持っていったら、何事も成功はない。木村拓哉見てここで写真撮りたいとか握手したいと思ったら本領発揮できないでしょ。仕事なんだから心気持ち入れた仕事はできないんです。本当はマナーの先生っていうんだったら、心入れましょうね、気持ち入れて仕事しましょうねっていうのが本来だけど、それは違うと思う。お金という対価をいただくんだから、やるべきこと淡々とやるのが仕事です。ありがとうございます、はい。弱みみたいな、そのウィークポイントなどもあれば、ぜひ教えていただけたらと思います。一言で言ったら、心や気持ちを入れなかったら、はい、結婚生活が続いていただろうなっていう聞いていいのか分かんないですけど許せなかった、好きだから許せなかった。自覚されてるところとしては、心情というか行き過ぎたところをコントロールできていればっていうところ。そうです、そうです。どうしても心は入る、思っていても表に出さないっていうのが大事ってことですね。そうですね、これからこういうことをやりたいなでしたりとか、もう少しこういう人とお会いしたい、こういったスキルを身につけたいなとかあれば、ぜひ教えていただけたらなと思っております。販売の売り方、その極意を実践で後ろ姿を見せて真似をさせたい。営業マンの育成っていったところに。そうですね、そうですね、販売もそうですし、それはどうしてですか？説明ができるから、私自身、
ここに銀行で立ちなさいって言ったら銀行でできるし、ここでコンビニに勤めなさいって言ったらできるし、何でもできちゃう。すごい、欲しい。ただできるんじゃなくて利益上げちゃう。すごい、利益欲しい。長期的な目標としては、ご自身が接遇としてもうマスターされているからこそ、ご自身がお手本となって、そうです、ね、次の世代の人たちに伝授していきたい。私のエネルギーを全部渡したい。今回の面接はこれで以上となります、はい、お越しいただいてありがとうございました。こちらの放送お時間頂戴いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ところで、はい、座り方なんだけど、はい、面接官として、はい、もうその座り方が前につんのめってるし、はい、態度が語ってない。もうなんかうちの会社はもう公平にこうなってるのと、もう前向きにどうしてもあんた欲しいんやけどって、そういうことは良くない。だから座り方を背筋を伸ばして背もたれせずに、後ろは握り棒1つ開けといて、前は2つ、それがまず1つ。それと目線が人を見ようとしない。天井を見る癖が時々あるから目は離さない。そして展示をするときに今時で確かに、うん、めっちゃ言っちゃう。そういうのはダメ。言っちゃう。そう言っちゃうという言葉自体を言っちゃダメ。はい。前髪が垂れてる。いつも前髪触ってもう鬱陶しい。頭が来てまえ。ピンで止めてこい。はい。ネクタイちゃんと緩んでる。はい。ネクタイの緩みは心の緩みだ。はい。見た目で落第。言葉遣いで落第。動作で確認して落第。こっちが落第。と印鑑を押します。以上、これでお開きにいたします。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。